健康な暮らしを送っていても、もし介護が必要な状態になったらと不安を抱えている方も少なくないのではないでしょうか。介護が必要な状態にならないように予防し、また万が一介護が必要になっても悪化を食い止める、そんな取り組みが行われています。今回は介護予防に関する取り組みを紹介した介護予防展の様子をお伝えいたします。こちらが会場となっています。それでは行ってみたいと思います。介護予防展では、区で行われているさまざまな介護予防事業を体験することができます。この事業は身体機能の維持・向上や認知症の予防に役立つさまざまな運動やトレーニングなどに定期的に取り組む機会を設けることで介護予防に役立てるものですが、今回の介護予防展では介護予防事業を筋力向上、口腔機能改善、栄養改善、認知症予防の4つの観点で紹介しています。こちらは口腔機能改善コーナーとなっています。どんなことをやってるんでしょうか。口腔機能と介護予防ってどういうふうにつながってるんですか。介護予防にはですね、口腔の筋力が下がってしまいますと、食べるであったりだとか話すであったりだとか、そういったものが下がってしまいますので、事前にですね、そういったものをですね、向上することによって介護予防をしていくというのが行っております。で、今回やらせていただいているのがお口の筋力測定ということで、飲み込みの筋力がどれくらいなのかっていうのと、口周りの筋力ですね、口輪筋の測定をしているお口の筋力測定コーナーと、あとはですね、実際に日々の生活の中で口の体操をしてもらって低下を防ぐというところで、口の筋力体操っていうのを行っています。あともう一つが吹き矢体験ということで、口輪筋をグッと締まることによって振って吹き矢が出るようになるんですけれども、遊びの踏まえてですね、そういったことを体験していただくということで、3つのコーナーを今回行っております。唇の力、唇の周りにはね、こうなっている口輪筋っていうね、筋肉がゴムみたいな筋肉があって、それが衰えるとこう食べてるうちにこう食べこぼしみたいなのが原因になったりするので、その筋肉がどうかなっていうのをちょっと調べさせてくださいね。せーの、はい、頑張れ、はい、よし、いいよ、こうですね。こうなのでちょうどぴったり、普通です。普通だったらもう問題ないですね。口の中で手のような働きをするのがベロです。で、ベロをね、上げる力っていうのは全部他の筋肉とも連動してるそうです。ぎゅーっと握力とか足の裏の筋肉とかが落ちてくるとベロの力も落ちてきます。まずね、ベロをまっすぐ持ち出します。はい、もう一回で、ぐっと引っ込めるときも力を込めます。はい、先生、お口で吐き切っちゃう、ゆっくりゆっくり吐き切っちゃう。はい、はい、目はマットの方行きながら、お鼻で吸いながら、はいはいはい、すごい。こちらは運動機能向上コーナーとなっています。どういったコーナーなんですか。2ステップ時という体力の中でもバランスと筋力を見るコーナーが、そちらで後ろで測っているものです。もう一つ、足指力の測定をすることで下肢筋力は分かります。なので、そこで弱い方に対して一次予防授業や二次予防授業に分けてご案内をさせていただいております。そういう自分の体力と向き合うというコーナーになってるんですね。そうですね、なかなか日頃の生活の中では自分の筋力がどのぐらいあるのか、自分は介護予防
をすべき人なのかどうかっていうこともお分かりにならないと思うので、ぜひこういうイベントで自分の体力を知っていただけるとありがたいなと思ってます。尿失禁予防コーナーというのはどういうコーナーなんですか？女性の中で60歳以上の方で だいたいですね、3割ぐらいの方が尿漏れがあると言われていますが、これは骨盤底筋が弱ることによって膀胱の締まりが悪くなることで起こります。ですので下肢筋力や膀胱周囲の筋肉を鍛えることで予防ができますので、ぜひもこのことも知っていただきたいと思います。はい、あ、いいですね。2メートル。そうですね。そう、これで OK。ここしか来ない。ここしか来ない。いいですね。182かな。うん。はい、そしたらグーで、はい、グーで。グーを回す。グーって。はい。ね、足をグーにするように、ちょっと挟みましょう。はい。うーって。かっこ、思いっきり思いっきり。もうダメ。はい、OK です。 2.1、 はい。こちらの会場ではその他に転倒骨折を予防するためのクイズコーナーや転倒骨折予防体操を自主的に行っているグループの紹介などもありました。他の会場も見てみましょう。こちらのちょっと変わった機械を使って皆さん何かやってらっしゃいます。一体何をやってるんでしょうか？このパワーアップマシンというのはどういうマシンなんですか？はい、ここにあるベルトをこう引っ張ったり、押したりとかして、これゴムをこう引っ張ったりする運動で、筋肉の構造とか関節の動く範囲を広げたりとかすることによって、背中のこう姿勢を良くなったりとか転倒予防につながっていきます。はい、このマシンを使いたいと思ったらどうしたらいいんですか？はい、このシビックセンターの4階で、パワーアップマシン教室も開催してますので、ぜひ、こちらの方いらしてください。お待ちしてます。今日このパワーアップマシン使ってみてどうでしたか？とってもね、自分に対してはとっても良かったと思います。なかなか自分で足を上げるっていうことがとっても難しいんですね、両方の足。これはとってもいいなと思いました、自分で足のためにね。なるべくね、子供に負担かけないように自分で頑張って努力していきたいなと思ってます。こちらの会場ではその他に高齢者の栄養改善から介護予防を考えるコーナーや脳の健康教室体験、高齢者安心相談センターや社会福祉協議会のコーナーも開かれていました。こちらでも何かやっているようですね。区民広場会場では区で開発された文の都介護予防体操の実演や転倒骨折予防体操の実演、高齢者エアロビクスの実演も行われていました。で、内側をついて親指で、もう一つ、今回の介護予防展では様々なトレーニングを体験したり、自分の体の状態を計測して確認したり、また専門家の方からアドバイスを受けたり、楽しみながら体験することで介護予防の大切さを知ることができました。区では様々な介護予防事業をお住まいの地域会場でも実施しております。詳しくは区法やホームページをご覧いただくか、健康推進課介護予防係までお問い合わせください。